Lord Vader, can you hear me? Yes, Master. Where is Padme? はい、こんにちは。マーヤチャンネル前原です。はい、今日は久々こちらですね。レゴスターウォーズダース・ベイダートランスフォーメーションです。はい、これはね、エピソード3で、アナキンがですね、ダース・ベイダーにこう手術して変えられるところ、あのシーンが再現された新しいレゴのスターウォーズですね。2017年の6月2日発売かな。はい、じゃあ早速組み立てていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがダース・ベイダートランスフォーメーションですね。日本名はダース・ベイダーの誕生でございますね。こんな感じになっております。で、ここに今これアナキンがいますね。これから改造されるところですけれども、一応ね、ドロイドが2体おります。こちらはいろいろ工具がついてますね。これでチュインチュインチュインってやってんだろうね。で、これがそれを見張る役かな。こっちがドクターな感じしますね。それとこの手術を見守るパルパティーンもついてますね。ダース・シディアスです。で、ベッドに寝たのがこれアナキンです。もうすごいね、やけどだらけで服ビリビリでかわいそうな感じになってますけれども、裏側もこんな風にもう頭ももうやけどだらけですね。痛々しいですね。それでもちろんダース・ベイダーもついてきております。ダース・ベイダーはヘルメットが外れますね。外れると先ほどと同じアナキンの顔、このやけどだらけのアナキンの顔になります。で、今回この顎下のパーツが残ってるんですよね。これが今までのレゴスターウォーズと違うかな。こうかぶせることでちょうどよくはまりますね。で、全容的にはこんな風になってますね。こうベッドにアナキンが寝てて、ドロイドが2体こう見てると。で、なぜかここに、ライトセーバーの飾りがありますね。それでこれアナキン今手術してる最中なんですけど、こうね、この子がグイウィンウィンウィンってやるわけですよ。で、終わったらこのハンドルがあるんですよ。これをくるりと回すとベイダー出てきますね。あのおなじみのシーン、これこちら側にヘルメットがセットされてますね。これをこう持ち上げて、ヘルメットをこうここでヘルメットをカチャッと、あの有名なシーンがね、これで再現できるわけですね。Lord Vader, can you hear me? Yes, Master.Where is Padme? Is she safe? Is she alright? It seems in your anger you killed her. I couldn't have. She was alive. I felt it. No! No!はい、といったですね、ちっちゃなセットなんですけれども、これね、なかなかね楽しめると思う。あのね、伝説的なシーンがこのレゴで再現できるのはすごい楽しいかなと思いますね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。